全然違うんですよ。あの、全然違うんですよ。あの、Cの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。今回の動画はしばらく前下がりのボブにカットしていたゲスト様をウルフに導くためにどういうふうにカットしていくのかというのをですね、今日はやっていきたいと思うんですけれども。まずボブからウルフに変えていくために決定的にですね、長さが足らないところっていうのは襟足の長さになります。ですので襟足はまず全然切らないですね。切らないんですけれども段は入れていく、軽く見えるようにカットしていくっていうのが大切になるんですけれども、特にこのゲストの場合には後ろ下がりではなくて前下がりに来てたわけですよ、ボブで。でしかも後ろのインナーも結構削っていたので結構後ろの長さがですね足らないです。だからほとんどこういじくれない。ただですね、全部つなげようと思うともう結構短くなってしまうので、つながりもほぼなんかこうちょっとごまかしてるような感じというか、つなげられないっていうような感じの、まあ、ちょっと難しい感じではあるんですけども、それをですねパーンって切っちゃうとやっぱり短くなるっていうイメージの方が強いので、つなげ気味には切るんですけども完全にはつなげないで、後ろの長さもなんとなく残しながらウルフに近づけていくっていう風になりますね。でまずこれ何やってるかっていうと、前下がりにカットしていたので一番フェースラインがですね長いんですよね。そこをですね気持ち前上がりに見えるようにですね、あのラインも、まあ、これはですね前上がりじゃないです、ほぼ平行ぐらいにラインを持ってきて、で今こう前髪の位置ですね、この子は前髪がないんですけども、前髪の位置イコールレイヤーの高さになるわけですね。だからレイヤーの高さをリップラインぐらいで設定をして、そこからレイヤーを入れていくことで前上がりに見せてるわけですよね。ちょっと見づらいですけれども、前髪の位置イコールレイヤーだから、その前髪の位置でレイヤーの高さをある程度設定をして、フェースラインですね、フェースラインと床と垂直に出してつなげていく。そしてそれをですね後ろに引っ張っていって、まあ、一周回ると、こういう感じですね。あの少しトップの位置はオンベースに近い状態まで上に上げていただいた方がいいと思います。なぜかというと指が下がるとですね、そこがですねレイヤーではなくてグラデーションになるんですよね、上が長くなるから。でここ今後ろの位置ですね、ここもつなげ気味に切ってます。つなげてしまうと短くなるんですよね。でですね、こうレイヤーイコールこう下からブロッキングを取ってきっちり生え際からつなげるっていうイメージを持っていらっしゃる方もいると思うんですけども、それをやってしまうと本当にスカスカになってしまうので、それはなるべくやらずに、アンダーセクションを切る時も手があんまり下がらないようにした方が、現代的な丸さのあるウルフというのができてくると思います。ちなみにインナーカラー入ってますけども、これは前回入れたもので、今回それを利用して色を入れるのでブリーチはしないです。
今トップを少しつなげていますけれども、実はですね、最初に言ったように後ろの襟足の部分の生え際からですね、縦スライスでこう下から上に向かってレイヤーを入れていくと、上の長さが極端に短くなると思うんですよ。要するにたくさんレイヤーが入るからなんですけども、たくさんレイヤーが入れば入るほど丸みっていうのは出なくなるんですね。要するに丸さの要素っていうのはグラデーションなので、トップの、まあ、簡単に言うと鉢植えぐらいはグラデーションの位置を残したいわけですよね。わかりますかね。だからグラデーションが残ってるからくびれて丸くなると。だから上の長さが短くなればなるほどウルフ感が強くなって丸さがなくなる。だからですね、あんまりですね、あのトップの位置を切りすぎるっていうのはですね、良くないと思います。今ですね、ここをセニングで削ってる、この上からハサミを入れてると思うんですね。この上側ですね、この上側がなくなるとくびれがすごくできます。これはですね、展開図でバックを3段で描いてもらうと非常に分かりやすいんで、トップのセクションと、ミドルセクション、ここの間にですね、こうくびれの要素である、こう何ですか、えぐれた場所ですね、そこを作ることによって、くびれが出てくる。まあ、今あのトップのセクションは下の方を削ってると思うんですよ。要するに下の方を削るとベースカットはあのオンベースで、レイヤーカットっていうかですね、あのセームレイヤーの状態に近くなっていても、今みたいに下側をセニングで削ってあげるとグラデーションの要素が強くなるんですね。そうするとトップの位置はグラデーションで、下でこう、くびれの丸さが出る。でさっき、ミドルセクションの上を削ったところがレイヤーになる。そうするとグラデーションの下にレイヤーがあるんで、レイヤーオングラデーションになるわけですね。でこのグラデーションの丸みっていうのが下のレイヤーにこうぶつかって、こう何ですか、くびれの位置になるということなんですね。ちょっと難しいかもしれないですけど、展開図を書いてみると非常に分かりやすいかなと思います。非常に量が多いゲスト様なんですが、まあ、本人規模も軽くしたいということで、ここの辺ですね、この鉢の上をどれだけ軽くできるかっていうのがね、結構軽さを感じる上ではすごく大事なんですよ。あの、すいてもですね、もうあのグラデーション、トップの位置グラデーションっぽく切ってあるので丸さは絶対出ます。だから軽さっていうのはあの量感ですね。質感っていうのは毛先なんで、毛先をいくらスカスカにしても軽さは出ないので、トップのこの鉢植えの量感をどのくらい取れるかっていうのを結構勝負であったりします。あの根元に攻めすぎれば立っちゃうし、攻めすぎなければ質感しか取れなくて重みが取れないというところでね、結構難しいところではあると思うんですけども、これはね、経験値として攻め込むだけ攻め込むと。ちょっと締まりが上に向けて、下は少しこう動いちゃってもいいよっていう感じで、まあ、最後の方が長いんで、最後の方が長いんで、人がこの感じで言ってもいいかなっていう感じで、軽いから
全然邪魔ではないそういう風にしてちょっともうちょっと頑張ってもらうとさっきのオフっぽいとシマリのスタイルでもう駆け上げて終わりみたいな感じでいけるのでちょっとそっちも向かってみてはいありがとうございます向かってみてでそれでまた考えようっていうでまたボブに戻るんだったら全然ボブでいいので塩崎ボブに戻してくれよっていう感じだったら全然それでもはいどうぞということでカットタイムは13分ぐらいですね。今回はドライでですね約5分カットしているのでトータルで言うと18分から20分弱ぐらいになると思います。でカット終わりで何を言ってたかというとですね、まあ、こういう風にしたら次回、ウルフに近づきますよとだからそういう風にさせてくださいっていう話なんですね。なぜかというとですねゲストのさんがウルフにしたいって言ってですね今回僕に提案してくれたわけじゃなくて僕が提案してるんですよね。もう結構ね3、4回、5回、6回ぐらいもう1年ぐらいかなずっと前下がりのボブをやってるのでそろそろ変えた方がいいんじゃないのってもちろん前下がりのボブが好きだから前下がりのボブに切ってるんだけども、まあ、ずっと同じだから少し変えてみないっていう提案を僕からしてるわけですね。だからそういうのためにはこのくらいの期間が必要ですよっていうのを最後に伝えておくと、まあ、それをすることによって自分のカットのですね、なんですね、価値もやっぱり上がってくると思うんですよね。その期間僕に面倒見させてくださいっていう、まあ、約束でもあるということで、失脚防止にもつながるんじゃないかなっていうすごく大切なトークだと思います。ちなみに今回の使用カラーですけれどもブリーチはしないので、前回ブリーチの位置はそのまま根元の位置は中野製薬のノーブルモーブの11レベルそして毛先が 7T ノーブルモーブです。でサイトのこの明るい部分ですねブリーチをしている部分は同じく中野製薬の 7T ノーブルローズプラスアクセントカラーのレッドちょっとねピンクっぽい仕上がりにそこの部分だけはしたいということでそちらの方を使わせていただいております。カラーと符号15分放置シャンプートリートメントした状態でドライした状態ですね。ブローはまだしておりません。この状態で少しドライカットをしたんですけれども今回はですねどうしてもですね前下がりで前回切っててサイドを切る量が多いのでサイドが結構重くなりがちなんですね。要するに切れば切るほど前回セニングした場所っていうのがなくなってしまうのでやはり重くなるわけですね。だからドライの状態を見てちょっとカットしたかったっていうのもあるのでちょっとドライの割合を多めにしています。最近使用しているセニングは 50% 透けるものですね。非常に引っかかりがなくて使いやすいです。終了画面ですね、最後まで見ていただけると終了画面が出てくると思うんですけども、その画面にハサミ、僕が使っているハサミを紹介している動画があるんで、そちらの方を貼り付けておくので、まあ、ぜひ見てください。ちょっとね話し込んで手止まってますけどこれはダメですね。これ反省点ですね。話してもいいと思うんですけどもやはりこう手が止まったり遅くなったりとかするのはやはり良くなくてよくね今カウンセリングのセミナーをさせていただいてるんですけどもその時にね伝えてることなんですけどもよく人の振りを見て我が振り直せっていうじゃないですか。
今ねこういうねことを言ってくれる優しい先輩はいないんですよ。ですので我が振り見て我が振り直せなんですね。自分で動画とか撮ると自分の欠点っていうのはすごくわかるので、こっちと話し込んで手止まってんなとかね、まあ、そういう、こう時短、特に時短に関してはですね、自分で動画を見るとこう無駄な動きとかすごくわかるので、ぜひですね YouTube にアップするとかじゃなくて自分のカット動画をですね撮ってチェックするといいと思います。今ストレートアイロンで毛先を軽く曲げてカールをつけています。コテでもいいんですけども、コテでやるとですね結構こうモコモコする、結構緩く巻いたつもりでも割とですねこうブワッとする仕上がりになりやすいんですよ。なぜかっていうとボブとかだと毛先を巻いても毛先っていうのは一部にしか出ないじゃないですか、下の方だけ。だけどウルフはですねもう顔の真ん中ぐらいから下まで全部毛先だから、軽く曲げただけでそこがもう結構跳ねたり流れたりブワッっていう感じになりやすいんですよ。だからストレートアイロンの方が僕はですけどねコントロールしやすいので、ここで軽く曲げる、まあ、外跳ねを作るっていう感じにしてスタイリングをしてあげるといい感じになるんじゃないかなと思います。今回ご来店からカウンセリングしてカットして、まあ、カラーリングをしてトリートメントをして、まあ、仕上げをしてという感じで、トータルタイム的にはですね1時間40分ぐらいだったんですよね。ちょっとね動画を見てると、まあ、反省点としてはちょっとゆっくりすぎかなっていう、まあ、僕ちょっとこの後にお客様が入ってなくて久々になんか結構ね、あの前回こうどこに旅行行きますよとかっていう話をしてて、その話とかで結構盛り上がってしまって、まあ、手がちょっと動かなかったっていうのがありますね。まあ、先ほど見たようにもいくら忙しくなくてもですね早くやることっていうのはそのお客様の時間を大切にする意味ではものすごく大切だと思うので、ちょっと反省点として次回に生かしたいと思います。また今回ですねボブからウルフを提案してスタイルチェンジしたんですけれども、ウルフやってくれる人いないんですよねみたいなことをね言ってる美容師さんも結構いるんですよ。だけどですね提案しないとやってくれないです。僕らカリスマで発信してる方じゃないんでね、カリスマさんが発信したのを形にしてる側の美容師としてはやはり提案をしてやってもらって一歩先のスタイルをやっていくっていうのがすごく大切じゃないかなと思います。というわけでこれで仕上がりになります。インナーカラーのノーブルーローズ、非常に綺麗な色だと思います。ぜひ中野製薬のティンタノンアルカリ使ってみてください。この動画良いと思ったらグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。